いい。この雰囲気、とてもとてもいい。はい、今回やるゲームこちら、アイディアというゲームなんですが、このゲームね、リリースされるのを個人的にすごく楽しみにしたゲームなんですよ。まあ、どういうゲームかっていうと、もうこの通り、もう上空から、もうドローン撮影で撮られた、これ実際の映像です。実際の北欧の風景を映像作家さんがね、撮られてまして、それをゲーム化したというね、ゲームなんだけど、一体どういうゲーム性なのか、まあ、やってみましょう。はい。なんか落ちてきた。そう、この玉？この玉がアイディアというものらしくて、まあ、アイディアの象徴であるね、この電球が落ちていくんですよ。落ちていきまして、何？何がどうなってんの？あ、ちょっと待って。日本語あるっぽいから、日本語であるわ。さあ、もう一度、最初から。そう、なんかよくわかんないオブジェクトを、こうやって、下に下ろしていきまして、この実際にね、上空から撮られたこの道。新アイコン。うん。で、道があるじゃないですか。この道が、コースになってるんだよ。で、なんか、タイムリミットとかがあんのか？で、こいつを、え？終わった。あなたのアイディアはまだ形になってなくても、将来、それは誰かの役に立つかもしれません。俺も何も言ってないんだ、別に。こうやって、一つの、このマップの中で、二回だけ自分は、このアイディアマークを動かすことができるらしいんだよ。ってことで、あ、できた！クリックしたら、弾き飛ばすと。そして進んでいく。で、ここで止まっちゃうから、もう一回、ポーンって進む。あー、失敗した！あ、いけんのか？二回以上いけんのかな？で、時間制限あるんだね。で、落ちていく、落ちていく。はい。いいのかな？で、その、時間制限までの間に違う、おー、光景に行かないと、はい、ゲームオーバーになってしまうというような、そういうゲームらしい。で、下に降りて、なんか意外と、なんか、まったりね、癒されるゲームかと思いきや、難しいというか、危ない。あ、下でもいいのか？俺何もしないけど、うわ、綺麗！めっちゃ綺麗！意外と落ち着いてられないゲームなのかもしれない。で、こうやってね、実際にね、この走ってる、これ北欧の風景です。あ、これやばい！あ、でも下にも道がある。とりあえず何もしなくてもいいから、はい。見てよっか。あ、で、詰まったら、押すと。で、次。あれ？戻っちゃった。もう一回。あ、なんかこっち側で、あ、大丈夫ね。コンテナ？いや、違う。どっかの作業場だな。で、ここが道になってて、こっちが行ける。うん。なんか癒される、ね。癒される景色。ああ、いい、ロータリーがね、綺麗。北欧の風景らしい。あ、これ危ないか。で、勝手にこうやって、くるーっと回って、その重力によって下に落ちていくと。面白い！すげえ好き、これ。で、北欧だからね、まだこう、雪とかが残ってる風景なんだね。春ぐらいなのかな？登ってもいいんだけど、戻ってもいいんじゃない？うん。戻ってみて。あ、でもこっちは困ってるか。あ、じゃあやばいな。ここを登りきれないと、やばいから、1、もう一回。うん、いけた。そして、くるっと回る。で、このゲームがアイディアっていう理由は、まあ、このアイディアマークがあるってのもそうなんだけど、これ詰まった時に、その世界のプレイヤーにこうしたらいいよっていうアイディアを共有できるんだよ。なんだこれ、入ってみよう。そこに入りたい。え、クリア。海の息吹エンディングです。かわいい、おしゃれ。うん、あ、なるほどね。俺が持っていたあの電球がここで誰かが拾うと。アイディア、知的好奇心、発見、共有をテーマにしたゲーム。これオープニング？次行ってみようか。なんか書けんのか？ベリー、ベリー。うーん。うーん、ちょっと恥ずかしいな、じゃなくて。うーん、うーん。オッケー。保存。どういうこと？で、なんかいろいろね、残してる方もいっぱいいるってことなのかな？戻る。で、最初からなのかな？へえ、面白。ちょっともう一回やってみよっか。今みたいな感じで違うエンディングもあるのかな？ってことで、右側の方に行ってみたいんだけど、これ何？あ、行けた。で、右側の方に。頑張って。あ、意外といけんじゃん。ポン。あ、いや、違う。なんか書いてるな。この、自分のこのポインター？ 4 回できんのかな？
なんかそんな感じだよね。そしてあえて上がってみたいんだよな、そっち側。そっち。お、全然違う風景。緑が多い。なんとなく雰囲気的に秋なのか、それとも春なのかっていう感じだよね。いやー、僕はね、その北海道出身だからさ、こういう風景はすごくなんか親近感を感じる。うわ、全然違う風景。あ、詰まっちゃわないように、あっちが行こう。で、あ、やべえ、あ、今ので使い切っちゃった。あー、で、なんかある、ここに。で、ここじゃあ終わっちゃうと。うん、だからもうここでは Be careful、 気をつけてと残しといてあげれば、また誰か違う人もね、ためになると。気をつけてっても何のヒントでもないけど、さっきとはまた全然違うような場所に来ているのか。いや、そっち側に行けば、そうね、さっきの場所。一個の、あー待て、車やめて、車やめて、あーあー、変ななってる、変ななってる。で、時間がないからもう下に降りちゃおう、危ない。わあ、時間がギリギリ OK。 右に行ってみようか。こうやって街並みを見ているだけでもすごく楽しい。あ、で、どうやらこの上のメーターはこの曲が、この癒される曲が終わるまでの時間を示してるっぽいな。ちょっとね、違うエンディングみたいから右下の方に行ってみよう。綺麗、癒されるでしょう。あれ、ここ来てるな、一回。来てるよね。全然違う方行ってみたい。そっち側。右に行こうぜ。うん。でもやる操作はそう、このポインターで、この電球くん、アイディアくんを弾き飛ばしてあげるだけ。さあ、全然違うとこ来てる。ここ危ないな。ちょっと、戻ろう。うん。で、左の方。あれ、ここ一回来てないかな。来てる気がする。まんまさに降りちゃって、それは、あ、これエンディングだ。はい、僕が導いたこのアイディア君をまた誰かが拾うと。こうやって世界のプレイヤーと、うん、感覚というかね、言葉を共有していく優しいゲーム。あ、なるほど。そして道中で拾った他の人のアイディア、まあ、言葉は最後にこうやって見れるんだ。Have a nice day. What are you going to have for dinner tonight? あ、今晩何食べんのみたいな、そんなことを聞いたりとか。はあ、面白かった。ねえ。じゃあもう少しやろっかな。うん。サクサクできる。あ、違う風景みたいな。OK。じゃあスタート。うん。いきなりこれ上は、まあ、いけないか。だから、右に行って。またやっぱり、行けなかったら先に行ってみたいんだよね。だから、右。そこ落ちる。右。行ってみよう。いいね。そして、右。そのまま落ちる。ここで、ジャンプ！ジャンプ！ナイス！まんま落ちてみようか、ここは。あれ？これさっき見てる。全然見てる。いや、違う。そっちが行きたい。ナイス。そっち行ってみよう。あれ見てる、全然見てる。じゃあ行くか、そっち側行く。あー、やっぱり重力に逆らえない。綺麗で、ここのロータリー OK、 右に。ナイス、ありがとう。あー、違う違うよ、な、違うまあいっか、時間ないし、そっち行こう。え、どこ OKOK、 で、なんか撮ったアイコンね。わー、運んでる木材を。うん、そっちが行ってみて。ここで、あ、ゴールあるけど、いや、行かない。そこのゴールに行かないで、右の方に行ってみよう。うわー、親近感、とても親近感が湧くような景色です。うん、そしてここで右に頑張って行ってみたい。あー、勘弁してくれ。ナイス、よし、あと2回行ける。あともう1回行けるな。ナイス、いいよ。で、頑張ってこっち側の道にあえてね、4回まで行けるからね。ナイス、うまい。進める、いいよ、全然知らない。右に、うん、降りてみて。あ、ここ来てる来てる、ダメだ、待てよ。だからうまく
そっち側に、あー違う、あと1回しかできないってなると、さっきと、あーしかも、あーもう終わっちゃった、ゲームオーバーだ。結構むずいのね、やっぱりこの先エンディング俺は見た、いいんじゃない、はっはっ、いいね、はっはっ、うん、そっち行く。で、ここはいけるな。まあ、こっちかも気になるけど、すげえむずいんだろうな。あ、そっちだった。右、そして、頑張って。上に、行けるもんなら行きたかったけど、難しいな、やっぱりそれはな。頑張って、上に行けるもんなら、行ってみたい。無理だ。まあ、いっか。うん。安全運転しますね。え？あ、時間制限か。じゃあ、もう一回もう一回。わー、くそ、上行きたかったのに。まあ、いっか。下降りて。いや、このゲームさ、もはや実況とかさ、邪魔なんじゃねってすげえ思っちゃうよね。綺麗。なんか癒される風景を俺の実況が台無しにしてるような、そんな気分になってくる。この景色見てないような。ここ大丈夫か？でも、道はある。見てるな、ここ。あそこに戻りたいんだけどな。難しいな。そっち行くしょ？頑張って、そこで。上に行きたい。うわあ、まあ、いいか。そっち行ってみよう。はっ。はっ。そう。いいよ。いいよ。ナイス、ありがとう。こっち。そっち。うん。転がっていける。で、ここね。はい。進んでいって。そっち。あれ？戻っちゃうのか。じゃあ、そっち。この道通っていって、見てないね。頑張って上の方に、あー行けなかった、右、うん、いいよ。なんだここ、難しそう、めっちゃ難しい。いやでもいける。はい、おし、ナイス。やっぱり難しい方面に行けば行くほどさ、いいエンディング、ちょっとレアなエンディングが見れたりするんじゃないのかなって思っちゃうよね。あ、人歩いてる。素敵な色の、ああ、上着を着てますね。いや、まんま下に降りてみて。ここ見てねえか？いや、抗う。はい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 。上行く？上行く？上行く？登りきれない！よし、行った行った行った。あ、戻るだけかい。そりゃそっか。じゃあ、こっち行こう。はい。下に降りるだけして見てるな、ここ。うん、車に運んでもらうってのもいいと思うんだけど、それむずいよな絶対。うん、あれ来てる、ここは来てる。よし、あーダメだ。さあ、ここ登りたいんだけどな、無理か。あ、っていうかもうできないから終わりだ。わあ、ゴールもできず無事。うまい、いいよ。よし、車内、車内風景来ました。やめてくれ。オッケー、いいよ。おお、綺麗だ。いや、上に行こうぜ。そっち、あれ、ここ知ってる。ここ俺知ってる。まあいっか。うん、流れのままに。いやだけど、いやー、まあいいや、そっち。あ、ここ詰まる、詰まないように。はい、うわー、頑張れ、時間がない。はい、あー、むずい。そう、ここ越えたい。頑張ろう。あえてこの下降りてみて、ここ行き止まり。じゃあ上戻ないと。はい、え、戻れるか、これ戻れ。頑張れ。あー、ダメだ。大丈夫、でも下に降りたらまた回復できる。回復して4回できる。うわ、むずこうする、上がる。あー、もう1回いける。はい、オッケー。やめてくれ。よし、ナイス。あ、急がないと。うわー、登れ来るんだよ車。オッケー、ナイス。そっち
くと、ここ見てますね。やばい、あの海ルートの方に向かってる、絶対に海エンディングの方に向かってる気がする。でも、あー待って待って、ここで頑張ろう。はいはい、無理ダメだ、降りよう。そしてそっち流れちゃう、重力には逆らえない。わー何度も見てる、ここ。こっち頑張って行ってみようか、こっち、うん、お、いいんじゃない。そしてここね、この右が、右上の方には行ってないはず。ここいいよ、転がって行ってくれ。よし、でこの右の方に行きたい。ナイス。あー、なんか景色をもっと楽しみたいのに。はいはい、いいよ。もう若干この寂しさを覚えるようなこの季節、すごくいいよね、癒される。そしてこっち、あれ、いや、こっち側行ったところでだな。あ、これやっぱりあっちに向かってる気がする。うん、あらがう。待って待って、時間がない。そっち側間に合った。そして、わー落ちちゃうか。歩道の方に行きました。で車がいる、左左、あー行っちゃった。うん、なんかあった今。まあいいや、こっち側って言ったっけ。バイクにぶつかるというアンロックが達成されました。なんかよくわかんないけど、バインバインになって、まあ、ピンボールに近いよね、そっち側。うん、降りましょう。で車ボインして、誰かのアイディアゲット。はいはい。いや、これはさ、このゲームさ、もう優しい温厚な方ばっかりがプレイしてる気がする。だからすごい平和な世界なんだろうなって感じがする。これ登るのはきついな。いや、やめよう。降りてみるけども、ここへちょっと抗ってみたい、うん、上の方に、上の方に、あー行けなかった。いや、そのまま行ってみよう。見てるな、来た。ここを越える、越える、越える。ダメだ、結局海来ちゃった。もう何度もやっちゃうこのゲーム。いや、目標はやっぱりさ、あの、あっちよ、あっちの方の行きたい場所あるじゃん、そっち側に行くのが目標。うわー、これはどうしよう。もうなんとなく右上の方を目指していければあの場所にたどり着ける気がするんだよな。いや、これもうだいぶ落ちちゃってるから多分違うな、こっち。あー、バインバイン、下落ちちゃうか。いや、ここさ、うん、この道気になってた。そっちから行くと、おー、いや、でもこっち側知ってるような気がする。知ってるよね。まあいいや、車に運んでもらえないかな。あー来ないか。何ここ、あ、ここもここで一個のエンディング。じゃあ行ってみよっか。あー行けなかった。いや、まあスルーしよう。はい、で、いや頑張る、行けるならば行ってみよう。ナイス。このエンディングは見てないもんね。うん、素敵な映像、タトゥーがすごかった。やめろよ、やめてくれ、やめてくれ、やめてくれ。くっそ、あー、もう時間もないし、くっそ。はっ、いいね、うまくなってる。車要注意、要注意、ナイス、うまくする。そして落ちるのはいいよね。で落ちるでしょ。あれ、こっちだったっけ、俺が行きたいところ。そっち、そっち、ここ、いいよ、勢いいい。で落ち着いて一個ずつ、はい、ナイス、あと2回行ける、よし、ナイス。さあ、その先、おお、何この景色。そう、ここに行きたかった俺は。進んでみよう、海だ。あ、ゴール、これが俺の見たかったゴール、山風。うん、トレッキングシューズを履いてる人がやってきて、そのアイディアを拾うと、うん、こうやって
世界はつながっているということが言いたいかどうかは知らん。ハマった行こう。なんかさ、ジャンプってかこのアイディアくんを弾き飛ばす回数が増えてる。6回に増えてる。いつの間にか。なんでアイテムとかを地味に取ったりとかしてたから増えたんかな。オッケー、ここね。あ、でもこっち側だともう見てるエンディングばっかなんだよな。しょうがない、そっち側に戻ってみよう。するとこっち側に来る。でも6回いけるから頑張れば、こうやっていけんのよ。素晴らしい。行ける場所が、あれ戻ってきてる。まあいいや。そうね、これで、うんうん、行ける範囲が広がってる気がする。いいね。あ、ロータリー、ここ好きだな、やっぱり。うん、そして車に降りてみよう。いたね、木材の車で川。素晴らしい発想がめちゃくちゃいいよね、このゲーム。やっぱり、はい、うん、上空から見たこの道をゲームのコースにするっていうのはさ、なんか子供の頃からのさ、こう、なんていうのかな、妄想が形になってるような、そんな感じだよね。よくあるんじゃん、あの電車からさ眺める風景で、自分のさ指を置いてさ、自分がこのゲームのキャラクターになってるかのような気分で、よしかのような気分で、ああダメだくっそあの上行けないそうそうそう、電車からの風景さ、その自分の指を走らせてさジャンプするみたいな、そういう遊びするじゃん。その発想に近いようなゲームだよね。いや、ずっとやっちゃう。お、なんか全然違う風景来た。そっち側に行くと、いや見てるか。でさらにまた1回分弾き回数増えてます。7回できる。うん、ここね、7回もいけんだったらここも超えられるはず。落ち着いていけ。よし、いいよいいよいいよ。ダメだダメだダメだ、くそー、また海エンドだ。あー悔しい。まあこれもこれでいいんだけどね、このエンディングも綺麗なんだけどさ、いやー何なんだろうな、勝手に自分でルール作って遊べる感じ、なんか童心に帰れるような素晴らしいゲームでした。あ、もう本当に終わります。よし、来てるよ。ここを抜ける。そしてこの先、ここで上行ってみたいんだよ俺。うん、行くよ。うわーマジか、あマジか、まあでもいいや、一旦戻って登るでしょ、登ってもらって大丈夫、今7回いけるから。よし、行こう。上に。あー、そこ入れるのむずいなー。あー、行っちゃった。ダメ。あー、待って、ダメ、行っちゃダメ。こっち行ったらゴールするだけなんだ。戻れ。戻れ。戻れ。ダメー。あ、終わります。